皆さんおはようございます。おはようございます。いやーやばい、今までで一番テンション高いこの3人困ったんですやってないですか。全10回声優学科プチオーキャンです。もう第7回目になりました。今回は入学相談センター山本くんで遊ぼうの回です。疲れてる、やる遊びがいがあるからね。そして今回のプチオーキャンを担当するのはもちろん山本くんと、はい、みゆさん、はい、そして浜桃です。はい、お願いします。じゃあ3人とも短く自己紹介からお願いします。はい、札幌漫画アニメ声優専門学校入学相談センターの山本と申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。健康に一番気使ってます。 SNG でよろしくお願いします。 SNG で一番有名人お前じゃない？確かに、ね、オープンキャンパスで一番最初に会う人だからね。そうですね、付き合いがずっと長いんだよね、はい、で次、はい、みゆさん。はい、声優学科声優専攻2年、今は C クラス、井口美優です。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてもう一人学生チックな人、はい、浜桃。はい。一応今年の3月に声優学科卒業しました、准教員になりました、浜桃こと浜田桃子です。お願いします。お願いします。お願いします。あれ、今日学生が一人だけ？あれ？そうですね。これ学生のためにやってる YouTube なんだけど、あれおかしいな。入学相談センターっていううちの職員と、そして我が校の准教員という組み合わせなので、間に学生が一人しか入ってないと。で、声優学科ってもう一人ね、小泉と、今喋ってるのは小泉なんですけど、はい、担任がもう一人武田先生いるんですけど、そう、あまりこういうのに出たがらない奥ゆかしい美しい先生ですからね。はい、美しいです、はい、そうですね、まあ、オープンキャンパス来たら会えるのでぜひ来てください。はい、じゃあ今日は声優学科によく関わる職員2人と学生のみゆでお送りします。お願いします、うん、お願いします。で、今日は入学についてぶっちゃけ話を聞きたいという、あ、ちょっと危ないラインの話まで行きたいんですけども、みゆどう、やりづらい一人学生？そんなことないですよそんなことないですよ。本当かな、これすごいよね。俺もいるからすごい囲まれてるもんね。そうだよね、贅沢です、ね、今日はみゆが、入学を考えてる、まあ、学生さんというか高校生とか既卒の方も含めてだけど、うん、入学をしようとしてる人としてお話をしていこう。オーキャン生です。そうです。じゃあまずみゆさんね、はい、声優を目指すようになったきっかけってありましたか？私はですね、もともとアニメーションだとか外画とか小さい頃から見てたんですけど、うん、それを見ていく中でまずアニメーターを目指していたんですよ。へえ、アニメーターなんだ。でアニメーターさんに密着してるドキュメンタリー番組を見て、うん、声優さんがちょろっと特集されているところを見て、うん、あ、私これやりたい、人生これかけたいって思って声優を目指しました。あ、即浮気したと。そうですあれだけどね、浮気です。まあ、どっちみちうちの学校にねアニメーターのね、うん、学科もあるしね。そうです、そうです。そうか、そう。そしたら声優の専門学校があるってのはどうやって知ったの、みゆは？私はですね、あの地方の方に山本さんが。お、あ、僕ですか？そうです。へ、企業説明会。あ、まあ、そうです、学校説明会です。学校説明会ですね、うん、そこで山本さんに出会って、うんうんうん、そうですね、運命の始まりが。なるほど、めちゃった俺が。じゃあこっち内部の話、はい、じゃあ山本側ではですね、どうやってうちの学校を知ってもらう活動をしてるんですか？あ、まあ、まずは SNS ですよね、うん、Twitter や Instagram、まあ、ホームページとかもそうですけど、はい、あとはさっきみゆちゃんが言った進路相談会を開催してます、うん、学校でも開催してるし、あとは会場とかで開催してるので、そこでブースを開いて来てもらってお話をするっていうスタイルが、まあ2つかな。じゃあ来てもらう機会を増やしてるのが山本のお仕事って感じ、うん、そうです。接触するというかね。ありがとうございます、はい、ぜひぜひ来てください、みんなもね。じゃあ今度もっと細かくなって、我が校の声優学科では存在を知ってもらうためにどんなことをしてるのかっていうのは、今度声優学科サイドで浜桃に話してもらいたい。はい、うん、主に、教員の方でツイッターもやってて学生の様子載せたり、はい、また学生の方でインスタグラム更新してもらったり、はい、あとはこんな感じで YouTube 配信だったりとか、うん、YouTube で動画もなんか声優学科まとめじゃないけどそういう学科も出してるので、うんうんうん、ぜひ見てください。私が作りました。
あ、あるね。浜本作った動画もいっぱいあるし、俺が作った雑なやつは激辛とかばっかりだ。俺自分が楽しみたい動画を、ね、出してるだけって感じになってますけど、じゃあ次は、はい、オープンキャンパスに今度行こうと思うと思うんだよね、うんうんうん、オープンキャンパスってどう申し込むの、まずミユ。オープンキャンパスどう申し込むの、うん、私は最初はホームページから申し込みました。なるほど。一度行ってからはもう一個あるんですもんね、 LINE っていうツールがあるんですなるほど。じゃあ申し込むツールは山本サイドとしてはどういうのがあるのか。そうですね、ミユちゃんが今言った、うん、ホームページ、うん、LINE もそうです。あとは進学相談会の時に会った時にその場で直接予約できたり、あとはうちの学校資料請求とかする時って業者から、例えばマイナビさんとか結構いろいろあるんですよ。そう、そこの、あの企業さんの、ホームページから予約することもできます。あと資料請求もできるから、はい、っていうね、いろんなあの仕方があるよ。でも資料請求したら追っかけてくるんでしょ違うの？いや、まあ、ギリギリなラインを攻めてきてますね。だってほら、ミユは分かんない、うちの学校もそうかもしれない、他の学校で行ったことあるの？他の学校行ったことあります。あ、そう、そういうのさ、うちの学校も含めてだよ、うん、追っかけてこない？そうですね、お家に何個資料、同じ資料があるんだろうっていう感じは。何個ってことは1個から、まあ、うちの学校でもそういう資料が何回も同じもの送られてきたりするってこと、うん、はい、しかもあれでしょ、オープンキャンパスごと月とかにさ必ず DM 来るんでしょ。ちょ、山本くん、これどうなのここのお互いの話というか勧誘といや、まあそうですよね、それはやっぱり学校にもよるとは思うんですけど、やっぱり毎月そういう資料は届きます、オープンキャンパスのやつとかね、うんうんうん、でいろんな日程があってこういう講座内容でって書かれてるので、自分の好きな日に参加してねっていう、まあチラッチラッみたいなアピールを僕らちの方がしてます、うん、いやこれ難しいラインだねだってしつこくてやだっていう人だっているじゃないですか。ね、浜門もだって、まあ、もう少し前に学生だったってことは、うん、高校時代ここ来るとき、はい、そういう目にあったんじゃないの、目にあったりする目にあった、なんか被害を受けたみたいな違うかって言い方ですけどね、うん、そうでしょう、浜門もだって、そうですね、でもなんか私的にはこう何回も送られてくると、あ、なんかわざわざホームページ見なくていいなと思って逆に名前を覚えました。そういう、浜門とミユ的にはうちの学校しつこいの？え、全然、あ、そうでもないの？そう、僕がそんなやっぱしつこいタイプ。あ、お前仕事してないからだ。違う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 。は？いや、僕もやっぱりあの高校時代の時とか。あ、そっか、自分で経験してるから。経験して、僕も嫌だったので、本当に入学してくれそうとか、うん、あ、はい、そういう意思を持った子にしか僕はアピールしないですね。そこのライン見極める仕事を山本くんはしてるんだ。入学してくれそうな人たちだった。すごい。入学してくれそうな人たち、かつ、もううちの学校のこと愛してくれてるだろうみたいな、そういう自信があったから。なるほどね、あんまりやんなかったね。なるほど。で、まあうちの学校までたどり着いたと、うんうんうん、そしたら体験生で来るわけですけれども、そうですね、オープンキャンパスはじゃあ何を見に来るんでしょうか、体験生は。みゆさん、体験生はですね、うん、私が、あ、違う、今体験生ですね、今体験生の私はですね、そうそう、私は直接見ないとわからないこと、うんうん、直接見ない、そこに行かないと感じられないことっていうものを重要視して来ていました、オープンキャンパスに。むつ難しい例えば、はいはいはい、この先生と本当に合うのかなとか、2年間ここ、ね、私の人生預けられる学校なのかなとか、っていうこと、俺の責任、わ、そうです、ちょっと今ね、うっすら後ろに映ってんのよ俺、話本当だ。うっすら存在見えてる。そっちか。うん、なるほど、そういうの見に来てるんだ。ってことは、まあ、俺が話せって話でもあるんですけど、ここは浜桃に話してもらいますけど、はい、じゃあ声優学科はどこを見てほしいと思ってますか、体験生に。もちろんこの後ろのね、この設備とかね、はい、先生とかもそうなんですけど、やっぱり学生を見てほしいです。あ、なるほど。そうね、在校生スタッフいますからね。私も高校生の時先輩に憧れて入ってきたので、みんなもそんな感じで、私もあの先輩みたいになりたいって思って入ってきてほしいなって思います。うんうんうん、そっか、ってことは今年はみゆみたいになりたいっていう学生が入ってきてるかどうかって話なんだね。なるほどね。思ってるよね。思ってるよね。思ってるよね。見てるかな。まあでも結局設備で人が育つ、まあ、環境は確かに大事だと思うけど、それは人を含めての環境であって、機械だけがいい、
教室だけが家で人が作れるわけじゃないから、うん、やっぱりそこにいる人すごく大事だと思うので、ね、うん、それはやっぱね、あの在校生が一番時間を共有する人たちだから、うん、まあ頼るよね、俺らの学生にね、ね、可愛い子たちにね、頑張ってくれるんだよな、本当な、本当にいつも助かってます。でもね、あのオープンキャンパス手伝うと何が上がるかっていうと営業力身につくから。あ、そう、学生の、ね、確かにこんな喋れなかったですね、うん、そう、喋れるよね。そうだったっけ。そうなんですよね、覚えてないよ。あ、じゃあちょっと違うサイドで聞いてみるか。はい、山本はうちの、あの声優学科の推すポイントとか、はい、お、あー、なるほど。僕が例えば進学相談会とかで紹介してるのは、まずは北海道の実績を推してます。声優学科実績、そう、北海道出身の声優さん、多分他の学校と比べても、まあ、うちの学校 SMG がトップだと思うんですよ、実績。そうですね、北海道札幌の中だったら。調べたわけじゃないくせに。いやでも本当にでも調べたらそうかなと思いますよ、人数とかね。ああ、そうなんだ、うん、っていうところは押したりとか、あとはまあそれこそ浜本ちゃんが言ってたように学校の雰囲気ですよね、うん、学生の雰囲気もそうですよ。あとは先生たちがどういう人に教わることができるかっていうのを紹介してますね。まあ先生たち変態だからね。変態変態っていうか、あの基本的にこうさ、普通のサラリーマンって言ったら失礼だけど、うん、まあ俺も今サラリーマンですよ、だから同じ立場だから言うけど、うん、非常勤の先生方とかってみんな本当に変態で自分の好きなことをやり続けてる人たちが来てるから、そうですね、だから先生方変態だから学生も変態になっていくんだよね、多分ね。いい意味の変態ですね。そう、いい意味。全部。やっぱちょっと人と違うって言ったら、一番大きなみんながやってるような職種じゃなくて、うん、ちょっと自分がやりたいって言ってこう、うん、親の反対とか突っぱねた経験を持ってる人が多分今のうちの非常勤でもあるから。そうですね。ね、だからだとは思うんだけど、うんうん、そういうのは大事だと思います。ミユって何回来ましたか、それでオープンキャンパスは。お、気になる。私は覚えてくれてるかわからないんですけど、うん、高校1年生の時に多く来ていたんですよ。来てたね。覚えてる。覚えてる。そういうところが大好きです。覚えてない。で、感覚空いたんですよね。こうぐらいの時に一回ちょっと来なくなっちゃった。そうです。合計で言うと10回以上は来てると思うんですよね。こう見てみてって。いやだってさ、顔全然違うんだもん。しかも1年生と今の顔もすごい違うから、ね。1年生なんてズームとかでね、授業した時になんかお風呂入ってるみたいな、なんかすっぴんでさ、なんかどっかに寄しかかっててさ、スマホの画面が割れててさ、あ、レンズか、曇ってるしさ、まあなんだこの子はって思って。めっちゃ私じゃないですかそれ。そう、全部見るよ。すっぴんじゃないですよあれ。あ、違うの、ごめん。ただ60キロだっただけです。あ、そっかそっかそっか。ちょっと大きかったんだもん。なるほど、大きかったんです。隣の人にはかなわないけどね。いや本当にでかいですね、映像に見て。なんか人前に違うからもうびっくりしちゃう。でね、みゆって何回目に来た時に入学しようって決めたの。も、うん、私実はですね、1回目なんです。あ、一緒だ。1回目、あ、ファーストも1回目。へー、本当になんか来て感じたものっていうものが全て真実に感じたんですよ。こう営業感ゼロに感じたんですよ。それが逆にすごく、はいはいはい、あ、信用できる学校だなっていう風に感じて、ここだって思って決めました。営業してないんだね俺らね。一応目的は学校に学習のためごめん ね、 本当ね、山本サイドと俺サイドって言ったら変なんだけど、はいはい、山本は広報と言って、まあ、入学、ね、を求めてる方ですけど、うん、教務って僕らとか浜桃のサイドってどうしても先生なんだよね。そうですよね。だからなんつうの、そうやってえげつない営業とかできなくて、どうしても目の前にいる子に何か、はいはいはい、一つでもいいから持って帰ってもらうものを提供しようっていう考えになっちゃうのね。もう二度と来なくてもここに一回来ただから役に立つことを持って帰ってもらいたいとか、うんうんうん、人生変わるようなきっかけにしてもらいたいって思っちゃうから変なんだよな。そう、ちょっと趣旨が変わっちゃうんだよな。人生変わりましたね。そうだ、よかった。で、入学を決めたら浜本さん、はい、もうオープンキャンパス来たらいけないんですかね、はい、っていうかこいつその後もずっと来てたみたいだけど。そんなことないと思います。私も1回目で決めて本当何回も何回も来てたし、結構声優学科ってリピーターが多いんですよ。そうですね。で、先生に顔覚えてもらったりとか、同期と仲良くなったりとかできるので。あ、確かに入学前にも仲良しになってる子作るとか ね、 ね、はい、できるもんね。そっかそっか。じゃあここまでで基本的には入学の流れになって、はい、そっからじゃあごめん、最後で山本くん、ああ、はい、
本当に願書を出したりとかすることになると思うんですけど、うん、はい、それなんか おすすめとかありますか？おすすめですか？まあ、AO のこととか話していいと思う。あ、まあ、まずは何回もオープンギャップ参加して入試方法のことについてちゃんと調べて、うん、もしもう、3年生の4月ぐらいまでに進路が決まっているのであれば、 うちの学校の AO 特待生入学っていう入学方法が断然お得なんですよね。まあ、なんでかっていうと学費免除最大10万円の特典受けれるし、あとは普通の一般入学とかと比べて入学願書を出せるタイミングが1ヶ月早いんですよね。まあうちの学校みたいに専門学校とかって基本書類選考で全部行っていくので、もう書類を早いもん勝ち、もう出したもん勝ちなんですよ、早い順なんで。それが早く出せるっていうのはもうすごいメリットだねってとこなんで、まあそういった入試方法だったりとかを調べて学校の先生にいろいろ聞いてみるっていうのが一番いいのかなと思います。メリットっていうけどいつもその時に山本ね、俺知ってるんだ、え、怖い、定員になる前に安心して出せますからって言ってたね、いつもね、うん、絶対定員なんてならんって、ちょっと、あれ、いやそこ、あれならんって定員、いやいやいや、なるんかもしれないですよ、まあ、ぶっちゃけると、あれ定員が80名だっけ、声楽科は80です ね、 ね、今50とかまあ55とかだから、うん、みんな別にそんな急がんくてもいいよ。完全実態をギリギリ攻めてますね。どうせうちらってほら写真載せたり全員集合載せたりするから別に人数割れるし、そうやって。じゃあみゆは今ですね、はい、現状今度ね入学のことはもう置いときます、うん、バリアが終わりました、はい、合同オーディションが終わりまして、はい、卒業後のことも大事じゃん、はい、もちろんね、当たり前だけど専門学校だし。今どんな状態なの進路、ん、私はありがたいことにバリアで自分が行きたいと思っていた事務所さんに合格をいただいたので、うん、もうそこに確定して、それバリア以降はもうアルバイトに時間を あれえ、あの空気の会社だっけ、あ言っていいんですかそれ。いや言ってないよ、空気の会社だよ、ね、空気の会社です。オーケーオーケー、空気の会社、お世話になったかな俺も。そうだよね。空気の会社に結構免除もらえたの？はい、免除とかもらえたの？あ、そうです、ありがたいことに。あ、そうか、入所金とかもう免除か、うん、そうか、そこまでごめんね。ってことはまあ、ね、普通に行くよりも行きやすいし、多分一般クラスの1個上から入れてるはずだよね、うんうん、はい、そうそう、ね、ありがとうございます。あ、よかったです。っていうふうに進路を決めていくということでした、うんうん、皆さん言い残したことないですか？めっちゃ喋ってんだけど。そうですよね、文章量すごいと思うんですけど、まあ、こういうのが入学の流れということで、うん、今日参考になればと思いました、うん、じゃあここまでにしますか、ちょっと楽しかったけど、楽しかったね。全10回でお届けする声優学科のプチオキャン第7回目の配信でした。では山本くん、はい、みゆさん、はい、浜桃さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回はですね、担任ではない声優学科の講師陣、普段の授業をしている講師陣の紹介をします。さっき言って変態たちだ、やっぱ怒られる、やっぱ怒られる、許してください、許してください。どんな先生がいるのか興味あると思いますので、普段会う先生方の紹介をしていきます。じゃあ来週はね、また違う学生が出るのでお楽しみに。ではまたね、またねー。